こんにちは、インフォクリエイターです。今日はセル範囲の空白セルをすべて選択する方法について学んでいきたいと思います。こちらに Q&A の表がありますけれども、氏名、年齢、性別、クエスチョン1からクエスチョン5、それに対する答え、アンサーが表示されている表です。こちらの表のクエスチョンはすべて回答する必要がありますが、現在回答されていない空白セルの部分があります。回答していない部分を強調するとき、強調したいとき、次のようにセル範囲の空白セルをすべて選択します。まずこちらのアンサーの部分のセル範囲を選択します。ここでこのホームタブのリボンの一番右、検索の選択という部分をクリックして、上から3番目ジャンプという部分をクリックします。そうするとこちらにジャンプの画面が表示されまして、でこのジャンプの画面の中でこの左下のセル選択という部分をクリックします。そうするとこのように選択オプションという画面が表示されますので、ここでいろいろ選択することができるんですけれども、今回はセル範囲の空白セルを選択したいので選択オプションで空白セルをクリックします。そして OK を押すと、先ほど選択したセル範囲の中の空白のセルだけにジャンプできます。空白のセルだけが自動的に選択状態になります。でここで回答していない部分を強調したいので色をつけます。このように色がつきました。空白セルだけを選択することができます。先ほど空白セルを選択するときに、こちらの検索と選択でジャンプという部分をクリックしたんですけれども、これと同じ操作をショートカットキーで実現できます。対象のセル範囲を選択してコントロールボタンを押しながら G を押します。すると先ほどと同様のジャンプ画面が表示されます。こちらのジャンプ画面のセル選択の部分 には、まあ、いろんな選択項目があるんですけれども、このさまざまな選択項目があるおかげで、例えばとても大きい表だったときに、一つ一つこのように一つ一つ選択する手間がすごく増えるので、こういったジャンプ機能が存在するんです。このジャンプ機能は覚えたらものすごく便利ですので、この機会にまずはセル範囲の空白セルを選択できるようになってみてください。そうすると応用で定数に飛んだり、数式にジャンプしたり、オブジェクトにジャンプしたり、可視セルにジャンプしたりといったことができます。以上、セル範囲の空白セルをすべて選択する方法でした。